FM 議論から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。6月21日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの小浜直人でございます。はいはい、もう私事なのでこんなことはどうでもいいからな。早くね、今週もサッカー進めていきましょう。はい、今週もね、シークレアのヨヘナさんに来ていただきました。どうもこんばんは。こんばんは。はい、すいませんね、よろしくお願いします。今来たな、今いやもう1時間前から2人入っても準備してますからねはい、もうしっかりこの日のために頑張って、もう見て、今日普通の学校もう作業着のまま、もうほんとにね、すいません、はい、はい、今週もね、バタバタしながら、進めていきたいと思いますのでね、皆さんよろしくお願いいたします。はいはい、今週もね、進めていきましょう。沖縄県のサッカーを盛り上げていこうは、サッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになります、Fラボ接骨院、真心美味でご提供、居酒屋マジュン、バーガー&バー沖縄、ボアソルチ、以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、今週もね、まずは、琉球の情報からね、 FC 琉球の情報からお話ししていきましょう。はい、J3 の方はですね、先週 FC 琉球の試合はなくてですね、はい、お休みの週だったんですけど、まあ順位にね、一つ変動がありまして、試合はなかったんですが、 FC 琉球は7位から8位に、うん、順位を落としておりますよ。ただですね、今週またね、ホームでガイナーレ何位だったか、14位ぐらいだったかな、ガイナーレ鳥取とのね、はい、対戦が県総の方で行われますのでね。はい、あれ俺のあれちょっと間違えてるかな、後でごめんね、俺のこのカンニングペーパーには6月25日日曜日ってなってる、日曜日だったかな、日曜日だったっけ、待ってよ、ごめん、調べようね誰に聞いてる喧騒でなんですが、はい、ごめんよ、ちょっと今すぐ調べるからよこんなのばっかりだな今日、すいませんね。一応曜日はごめんなさい、もう一回確認するんですけど、試合がね、今シーズン初めてのデイゲームなんですよ、はい、14時なので午後2時キックオフなので、はい、初めて、今季初めてだと思うんですけどね、琉球が、お昼にね、試合するのは、うん、で、なんとですよ、このチケットをですね、石琉球さんから数枚ちょっといただいてきましたので、お、うん、この試合いけるよっていう方がいらしたら、いけるよ、あ、いけるです、すいません、いけません今週はちょっと大会の運営がありましてそっかそっか、そうですね、はい、そうそう、ちょっと待って、まあ、この話もね、はい、後でやりましょう。うん、ここね、FM ギノアンさんの方にも、何枚かね、ちょっと置ければなと思ってますのでね、皆さんちょっと、ぜひね、まだ琉球の応援行っていない、もしくはね、琉球のちょっと応援行きたいなって思う方いらしたら、うん、ぜひね、ここにちょっとチケットをね、取りに来ていただけたらなと思いますよ。よろしくお願いいたしますね。はい。そしてですね、このお話も行きましょう。はい。はい、先週末にね、行われました、第40回沖縄県社会人サッカー選手権大会の決勝が、はい、県総の方でね、先週行われていますよ、うん、もうね、結果は、はい、皆さんご存知の通り、沖縄エスファーが、FC 沖縄国際大学を破って、はい、3対0、うん、3対0ですね、はい、見事優勝を決めております。はい、はい、で、ですね、はい、沖縄エスファーさんはまた次のね、九州社会人大会の出場が決まっていますので、これが7月の下旬に行われる予定なので、これが今のところなんで、まだ予定だけどさ、はい、佐賀県での開催予定なので、そこへまた出場してね、先週は、あ、先週じゃないや去年はなんだっけ、九州も勝ち上がって
全国大会まで行ってますのでね、はい、またここ全国大会で上位まで行けばね、はい、この九州リーグを飛び越えて JFL という、うん、カテゴリーにね一気にジャンプアップしますので、はい、うん、この辺を ね、ちょっと期待したいなと。去年はこの全国大会まで上がってそこで負けちゃったので、はい、そうですね、初戦敗退になってしまったんですよね、はい、で今年ももちろんねそこを目指しますっていうことだったので、もちろん、うん、ぜひね期待したいなと、はい、うん、思います。あー、ヨヘナさんも多分今調べてくれたのかな、はい、俺も今開けちゃった大丈夫です、はい、FC リーグね、さっきのごめんなさい試合の、日にちは、はい、日曜日当たってました、当たってますね、俺のカンニングペーパーが当たってました、はい、もう一回言いましょうね6月25日、日曜日、午後2時キックオフですね、はい、沖縄県総合、運動公園陸上競技場にて、はい、ガイナーレ鳥取との試合が決まっていますのでね、はい、チケットね皆さんいくつか配ってますので、ぜひ、はい、ご観覧ください、よろしくお願いしますよ、はい、はい、社会人の話をして、そうそう、はい、あとはですね高校総体の九州大会のね、うん、そうですね、結果が出ていました、はい、どこ行った、はいはい、ミラン高校とね、那覇西高校、そうなんですよね、今年か男子の方はね県から、第1代表第2代表と優勝しました那覇西高校、あとミラン高校が参加しておりましたね、うん、で第1代表のね那覇西高校は宮崎県第2、うん、第2代表の、ね、うん、はい、高校にちょっとね、なんと5対1で負けています、はい、初戦のねちょっと敗退で、うん、でミラン高校もですね、まあ、初戦で1対0で負けてしまってるんですけどね、うん、熊本1位の、はい、うん、代表にちょっと負けちゃっていますが、はい、うーん、なかなかねちょっと、まあ、負け方にもいろいろあるはずだけどさ、はいはい、うん、これがねちょっといい経験にしてもらってね、うん、本当にちょっと次につなげてもらいたいなと思いますのでね、そうですね、うん、はい、ちょっと今後もね期待していきましょう、はい、はい、で続きまして女子の方なんですが、女子の方もね同じように全九州高校、体育大会が、はい、同じ時期にね行われたんですけど、はい、沖縄県からは、はい、優勝しました小座高校女子サッカー部の皆さんが、はい、うん、出ていましたが、小座高の方もですね、1回戦でちょっと負けてしまっておりますよ、はい、うん、ただこの1回戦 3-0 だったんだけどさ、はい、うん、小座高校に勝った大分県代表の柳浦高校が、はい、うん、優勝していますのでね、はい、うん、優勝チームとの試合が戦えたっていうのはもう本当に本当にさ大きな、うん、経験だと思いますのでね、はいはい、今後に本当に生かして、ね、うん、もらいたいなと思いますよ、この九州のね一位のチームをね、肌で感じられるっていうことを、はい、自体がねものすごく素晴らしいことなのでね、そうですね、負けたチームが次戦でね大量失点して負けるっていうよりはね、そうだよね、はい、優勝チームに負けた方が、うん、ほんとほんと、うん、それはあります、まあ、全然関係ないんですけど、うん、まあ昔ほら宜野湾高校が、はい、金原さんたちが高校1年生の時に選手権出た時に、うんうん、あの北島擁する一船に、はいはい、1回戦で7対0っていう大敗をした、うん、5-0じゃなかった、7-0っす、そうだよ、あれマッキーがハンドしたんじゃない、はい、あれな、ハンドしたね、はい、それ名前出してで、もう結局ね、でも決勝ね、俊介と北島の、そうですね、試合で、まあ、もう沈み出ましたからね、はい、金原さんにはすごいいい経験になったんでしょうね、うん、当時その2年後か、2年後にまたね、はい、そう、新潟工業とね、うん、あの時 PK 負けでね、はい、負けだったんですけどね、うん、んなこともあったな、ありましたね、すいません、全然やばいやばい、身内と失礼しましたけどね、はい、はい、すいません、あ、野内奈さんからコメントが来てます、はい、こんばんは、今夜も来ましたよ、どうもどうも、ありがとうございます、もうお待ちしてました、お待ちしました、俺、今さっき来たからさ、俺天皇杯の速報、ね、大波乱です、そうなんですよ、ベガルタが2対3で、うん、筑波大学に、はい、コンサドーレがよ、俺もさっきまでちょっと情報ちょっと携帯でチラ見してたんだけどさ、はいはい、俺が見た時は2対2、2対3ぐらいになった時だったんだけどさ、延長戦のせいで ね、はい、コンサドーレ2対5で、はい、いわき FC にね、負けました、負けましたね、で、FC 東京はパルセロに PK 負けと、はい、なんだろうね、このジャイアントキリングは、まあ、コンサドーレに関してはね、もうメンバーが10人入れ替わってでの、まあ、そうなんだ、天皇杯だったので、まあ、小野伸二選手とかね、若手が、はい、で上原選手もね、上原選手で、そうなんですよ、あの先発出場してたので、はい、残念ですね、そうなんだ、ターンオーバー制って今、いやそん、うーん、
でもね、いやそれでもうよね大変ですね、まあそのぐらいあの下のカテゴリーだったり地域リーグのねカテゴリーのチームと、うん、あの差がなくなってきたってことはすごく縮まってきてるっていう部分もあるんですかね、はい、いいことだし危機感を持たなきゃいけないですねプロの選手もそうだよね、はい、本当にうんそう本当にそうだよな上から下7部ぐらいのチームなんでうんあの FC 脇さんはいそうだよねはいあの FC 脇が喜ぶのもさ、うん、絶対あってそれはそれであのとてもいいことじゃないですかはいはいもちろん、うん、ただやっぱりねコンサドーレのファンからするとそれ怒るよなきっとな、ね、2対5だもんね、はい、延長入ってからの3失点はさすがに、ね、ちょっとね痛いあのプロらしからぬ負け方よ ね、はい、ねそれは2対3とかで負けるんだったらねまだねまだね分かりますけどねありえる感じがしますけどね、はい、そっか昔市船が市船だっけ横浜マリノスにはいマリノス0-2でちょっと負けましたけど、ね、やってましたねなんかいい試合ほんとに結構国見とかも全盛期のジュビロとやったりとかで、まあ、負けましたけどその前までね結構でも天皇杯はこんなのがあるかな面白いのかもしれないねそうですねはい、うん、高校生のねチームと当たるっていうのはすごい大波乱だねでもね本当に、はいうん、はいはいすいませんいろいろお話、はい、あとここまで話したい前半、はい、ですね前ごめん先週今週、はい、先週ですね、はい、すいません、第27回全日本フットサル大会がねあの少年フットサル大会が、はい、沖縄県大会ありました、はい、バーモントカップですね、はい、ここでですよ皆さんなんと、はい、ここ FM 議論があります議論市のね、はい大山サッカークラブ A チームが見事優勝しておりますどうもおめでとうございますどうもって言っちゃったありがとうございますね決勝戦ねそうなんですよあの西日本チャンピオンのはいあ、まあ、それも小学生のサッカーですけど、ね、フットサルのチャンピオンではないですけどヒアの FC にねヒアゴンですヒアゴン ヒアゴン俺前も俺を今言おうとしたの間違えてる、はい、俺前ヒアゴンって言って間違えられたような気がしたなってヒアネってごめんなこの話はどうでもいいな、はい、チームにねそうなんですよしかも決勝7対6だからねそう点の取り合いでしたね面白いよねこの0-0 とかさ、はい、1-0 とかよりも点の取り合いでね、はい、フットサルの醍醐味でもあるんだけどいいよねそうですね、あんなちっちゃいゴールよく入りますね逆に言えばはい、優勝がね、大山 SC で、準優勝がヒアゴン、はいうん、で第3位がねエスペランサ FC の A チームが入ってますのでね、うんはい、やっぱり子供たちの頃からさ俺らの、はい、俺の頃にはまだこのフットサルがまだ浸透してなくて、はいはいそうですね、ミニサッカーとかもちろんあったんですけどこの今のね少年たちってねこういう機会でボール蹴る8人戦もやっぱそうなんだけどさボールを蹴れる、はい、試合に出れる機会が増えるっていうのはめちゃめちゃねいいことなのかなと思いますのでね、はい、本当に大山 SC の皆さんおめでとうございましたおめでとうございますはい相変わらずですねこの後時間配分ができていませんのでこの辺で一旦 CM に行きたいと思いますよ CM ですどうぞ一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院バキポキなど痛みを伴う施術は行っておりません筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますのでなかなか改善できないという方もぜひお問い合わせくださいエフラボ接骨院新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供店内はぬくもりのある雰囲気になっており全ての席が掘りごたつ6名様までの完全個室を一室完備オープンキッチンでカウンター席もございます王者の交番裏側居酒屋魔順握り寿司のテイクアウトも受け止まっております野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー一度食べたらもうやみつき思い出したらよだれが出てくる宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バー沖縄ボアソルチはいはい、後半もね、はい、県内のサッカー情報、いろいろお話ししていきたいと思いますよはい、ね先ほどねちょっとちらっと出ましたけど県出身の、はい、J リーガー情報もいろいろお話ししていきたいと思います、はいうん、で先週ね J2 あったんですけど J1 がなくてで今日ねそうなんですよね今野内千奈さんからも来てましたけど
天皇杯の2回戦か行われています、本日行われた試合ですが、川崎フロンターレ所属背番号20番知念選手をね、ベンチ入りして途中出場しておりますよ、うん、でゴールとかねアシストは決めてないんですけど、あのファンの、ね、方のコメントだったら見ていると、うん、この先さ、はい、フロンターレのフォワードに、うん、フォワードの柱になる選手だと思ってるよっていう声もね、うん、聞かれるので、うん、やっぱり、ね、期待されてるのかなと思いますのでね、はい、うん、今後もちょっと注目していきたいなと思いますよ。もちろん、はい、でコンサドーレ札幌ね、上原選手、背番号10番上原選手はね、今ねちょっとお話にも出ましたけどね、はい、FC わきに、5対2で、うん、負けちゃいました。まあ、今日ね先発出場してたんですけどね、はい、コンサドーレちょっと J1 でもちょっと厳しいのでね、天皇杯でっていう気持ちもあったと思うんですけどね、はい、うん、残念です。また今週末に行われる試合も注目していきましょう、はい、うん、で J2 に行きまして、名古屋グランパスの、田口選手、 J リーグは出てたんですけど、はい、今日は出場なしでした、うんうん、グランパスもね、対象していましたよ、はい、でロアッソ熊本、上里選手、背番号20番の、ね、上里選手ですが、今日の、ね、天皇杯先発出場して同点ゴールを決めておりました。おめでとうございます。はい、うん、でそうなんですよね、この上里選手の同点ゴールから、まあ、ロアッソは、ね、延長戦に入り、はい、うん、見事勝利を収めておりますよ。はい、はい、あとはですね、松本山雅の18番、東間選手は、今日の試合には出ていなかったのかな。ただ前節の J リーグの方にはね、はい、スイーパーで出たって言ってたのかな。先発でフル出場して、はい、無失点でね勝利に大きく貢献していたそうなので、はい、うん、結構ねファンの方からのコメントも、うん、良かったですよ。なんか大丈夫かスイーパーみたいなコメントもあったんだけど、はい、試合始まった頃の、はい、うん、でもその後はやっぱり無失点で抑えて、うん、本当に、ね、勝利に大きく貢献したのかなと思いますのでね、うん、今後に期待していきたいと思いますよ。はい、はい、であとはですね、今出てる選手はいないのかな。うん、そうですね、はい、はい、残りの選手は今出て怪我だったりね、うん、ちょっとベンチ外が続いていますが、うん、今後もちょっといろいろね情報を仕入れてお話ししていきたいと思いますよ。はい、はい、あとですね、先に喋らないと難しくなるかな、全然AC グレーのね、お話は今難しいか、難しそうだな。あ、大丈夫ですよ。ただコメントもたくさん来てるなと一生懸命見てました。あ、来てましたね。ノーナインチュナーさんのコメントから喋るか。はい、バンフォーレも八の辺に負けたよって天の杯ですね。はい、そうなんだ。京都サンガも、はい、京都サンガも負けてる。沼津にかこれで、はい、そうですね、レッツはグルージャに、はい、はい、グルージャ盛岡に3対2延長戦、はい、あ、3対2か、3対2で勝ってます、ね、うん、ギリギリだね、はい、はい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 、そうなんだ。結構ね、でもそういう時代が来てもいいよね。そうですね、 J3 のチームとかね、はい、もちろんベスト4決勝とか、うん、はい、面白いと思いますけどね。そっかそっか、まあね、ちょっと J1 のチームが負けるっていうのは戦力がね、まあそのレギュラーが出てないとは思うんですけど、そうだね、うん、だから天皇杯のチーム試合にね、うん、J1 が負けるってなかなかないですからね。そうですよね、はい、本当だったら、ね、うん、主力で出てほしいですけど、やっぱそれぐらいスケジュールがね過密になってるってことなんでしょうね。そうなんだよね、やっぱね、はい、今年はちょっと特にそういう部分があるのかもしれないですね、はい、まあ、チャンピオンズリーグね、うん、出てるレッツとかだったら分かるんですけど、他のチームがちょっとね、そうなんとも言えないですよね、うん、はい、まあ、難しいところかもしれませんね、はい、そうなんですよ。本来ならこの時期ではなくて、うん、今年は地域大会も含めて前倒しされてるんですよ、はい、年度初めから、年度末かなじゃないか、県予選は去年末からやってるから、はいはい、本当にもう前倒しでやってるわけさ、はい、でやっぱりこの天皇杯本戦のね1回戦2回戦も早かったし、はい、その辺がやっぱりちょっとあるのかな、うん、なかなかね難しい部分もあるのかもしれませんが、うん、はいはい、ね、はい、あとですね、これもちょっとお話ししておきましょうかね、はい、沖縄県のサッカー盛り上げていこうって言いながらさ、俺コメントにもねいつもなんかフットサルってくれてる、フットサルなかなか俺おしゃべりしないからさ、はい、なんか情報ね俺がちょっと仕入れきれてないので、また、はい、おさぼりフットサラーさんを呼んでとかいろいろ情報仕入れたいなと思うんですけど、はい、沖縄県サッカー協会からのね
正式のちょっとリリースが出てたんですけど、はい、2017年度沖縄県女子フットサルリーグビギナーカテゴリーの、これねすごいんですよ。なんかファーストステージとセカンドサードのねステージがありまして、はい、この大会に対しての、募集要項が出ておりました、うんうん。まあ、参加のね最大、参加チーム6チームなんですけど、まず、ファーストステージが、7月29日、うんうん、でセカンドステージが8月12日でサードステージが、これは年を明けてね2月に予定なんですが、はい、まずですよこのファーストステージが7月29日、うん、セルラーパークで実施なんですけど、でセカンドの8月12日にあるのが GTA ドーム宮古島でなんですよ、はあ、おこんなのもね、まあ、離島も含めていろいろ面白い企画なのかなと思うんですけど ね、 うん、女子のね、まあ、大会ですので沖縄県サッカー協会のね、うん、ホームページで、この開催予行などね、出場枠のこの申し込み用紙など、はい、資料がね載っていますので、ぜひね興味のある方は、はい、うん、参考にしていただけたらなと思いますよ。はい、はい、女子サッカーね、はいはい。あとすいません、そうなんですよね、 AC クレア主催の2on2 のあとフットサルのお話ももう、はい、もうガンガンやっていきましょう、はい、いや、まあ大会の前にね先週ですかね、那覇市の新都心公園で行った、はいはいはい、グランデ沖縄さんの中学校の2年生ですかね、対象に、はいはい、うん、グランデ沖縄の 2on2 の、まあ、フィールダー1名を選出するっていうやつをやったんですけど、はいはいはい、結構盛り上がりまして、いいっすね、あれ盛り上がると思いますよ、はい、やっぱ、うん、普段見られないぐらい積極性がやっぱり、はい、ゴールへの積極性、うんうん、そして守備への積極性がすごい見られて、やっぱ決勝戦となるとやっぱすごい面白かったですね、はい、はいはい、やっぱここまで貪欲にシュートを打つっていうスタイルが彼らにはもともとなかったので、はい、シュートの大事さっていうのをすごい感じたんじゃないですかね。あれさ、なんだろう、ベタ褒めしてるけど、ベタ褒め、はい、ベタ褒めする理由ももちろんあってさ、見てる側も本当にただ盛り上がるから面白いではなくて、はい、なんか見どころもたくさんあるさ、うん、あ、はい、こういうことできるプレイヤーなんだとか、はいはい、お、なんかちょっと意識が変わってきたなっていうのが本当にね、はい、直結して分かるような競技なので、そうなんですよね、うん、本当にもう自分しかいないですから、ね、そうですよね、はい、シュート打てよ日本代表違うか日本代表あ、そこにつなげられるようにね本当に取り組んでる活動ですので、うん、でも先週さ日曜日にありました社会人大会の決勝もさ、はい、相手が沖国のチームで、はい、まあ、3-0 っていう結果だったんですけど、うん、沖国のフォワードの子もさシュートまで行って、はい、クロスバーとかもあったわけ、うん、やっぱり打たないとあの位置から打つかみたいな部分もあったんだけど、はい、やっぱ打たないといけないし、うん、うん、それはそれでめちゃめちゃ盛り上がったので、はい、うん、やっぱりシュートのね意識、ゴールに対しての意識はね、はい、改革していかないといけないね。そうですね、結果に対する、まあ、うん、その追求と責任、はい、っていうものをすごい求めていかなきゃいけないんじゃないかなってすごい思いますね、うん、その楽しさもね、はい、一緒にね、はい、増幅できればいいけどね、はい、うん、そこを土台に、まあ、皆さんのサッカーに、ね、はい、生かしていただければと思いますので、うん、楽しみです、はい、またで今週ですね日曜日に名護の方でそうですね、まあ、フットサル大会と合わせてツオンツーをやりますので、うんうん、まあ、朝の9時からスカイドームですかね、うんうんうん、場所は16時まで8チームがですね参加して今回行いますんで、はい、うんうん、もしお近くのね方だったり興味ある方がいればぜひ見学にもね、いいですね、お越しいただいて、まあ、じゃあ無料ですか、もう、あ、無料です、もちろん見るのは無料です動画もまた撮って編集して、これは大会はアップすると思いますんで、うんうん、今回も協賛、ね、はい、いただいている神奈農園さん、うんうん、と他の、まあ、2名がついてきますんで、はい、楽しみです、はい、動画もまたチェックしてください。皆さんぜひね、ちょっとタイミングを合わせて会場に足を運んでいただけたらなと思いますよ。はい、はい、ちょっとね時間がないんですけど駆け足で、はい、これはですね6月上旬に終わってたんですけど、ですね、中学校の、ね、中大連の結果、はい、地区ごとにちょっと、優勝校だけ言っとこうかな、はい、国上地区の優勝は矢部中学校、中上地区の優勝は茶谷中学校、
那覇地区の、優勝は石田中学校、島尻地区の、ね優勝が長峰中学校となっていますのでね、この中学校はね、うん、この地区予選終わってまた中央大会がありますのでね、はい、この辺のお話もね、うん、いろいろしていきたいと思いますのでね、まずは、地区大会優勝した各中学校の皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。はいはい、あとねちょっといろいろお話ししたいことがあったんですけど、今週もね残りアディショナルタイムが1分来てしまいました、はい、すいませんね、もう今日もバタバタしてアディショナルタイムとか俺言ってる場合じゃない、本当にね15秒前に入ったからよ今日もう、すいませんね、もういろんな方にいろんな迷惑かけました、申し訳ないです、はい、すいませんでした、ドキドキしましたはい、じゃあもう今週はねこの辺で締めたいと思いますよ。はい、この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋マジュン、バーガー&バー沖縄ボーソルチ、以上各社の提供と AC クレーンのヨヘナさん、そしてね今週もいっぱいね聞いていただきました皆さんのおかげでお送りすることができました。来週もね県内のサッカー情報をいろいろお話ししていきたいと思いますので、また来週も聞いてください、はい、よろしくお願いいたします。それではまた来週です。さよなら。さよなら。長っ最後あー参った。いや小浜さんすごいっすよ。すいません俺小浜さんいない時に、なんか繋いでてくださいって言われて、俺何もし考えてないですけどすいませんっつってどうします、もうサッカーの話やめましょうって言いましたもん思わずよかったです、もう申し訳ないです、すいません、よかった、すいませんでした小浜さんのこの偉大さがある。